ローカルディレクターの荒木風花です。今日もチョックラジオさんとのコラボということで能形市にやってきました。チョックラジオのジャッキー岩尾さんと一緒に能形を巡っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 JR 能形駅で、はい、待ち合わせをしまして、いつも待ち合わせは JR 能形駅で、はい、そうでした、はい、JR 能形駅大きなね海洋の像があって、そうなんですよ。あれが結構観光スポットにもなってましてですね、写真撮られる方もたくさんいらっしゃいますね。私も実は自撮りしちゃいました。自撮りしちゃいました。前からですか、正面から？正面から。後ろから撮ってほしいな。後ろ？お尻の感じがまたね人気なんですよね。ちょっとこれは帰りの楽しみに撮っておこうと思います。ぜひぜひ、はい、JR 能形駅から歩いて、うん、はいはい、明治町商店街というところをずっと通ってきていただきました。そして今ちょうど交差するところですかね。そうですね、交差するところが古町商店街というまた別の商店街なんですよね、はい、明治町商店街と古町商店街がちょっと交差するところに、はい、明治屋食料品店さんというですねお店があるんですけれども、はい、実は1年前のローカルでもこのお店立ち寄ったんですけれども、うんうん、またちょっとね新たな取り組みをねされているということで1年越しにまた1年越しに、はい、またご登場いただこうかなと、はい、というわけで社長様でいらっしゃいます河野社長にお越しいただいてます。どんな新しい取り組みをしているのか教えていただけますか。そうですね、今地元の米粉を使った、はい、自社商品開発をやってるんですけれども、福の子能形、そうです、能形ですね、はい、でその時に商品紹介させてもらってて、またちょっと新たにですね、はい、地元の米粉を使ったエナジーバー作ることになって、はい、今製造拠点とその自社商品を置ける店舗スペースですね、そういったものを今作っているところです、はい、ちょうど明治屋さんのお店の隣に何やら新しい木の匂いがするスペースができているのはそのためですか。はい、そのためです。これ中に入ってもよろしいですか。はい、何も置いてもないので、木の、まあ、ちょっと、あ、木の匂いがすごい、ね、新しい匂いがする。もともと一つのお店だったのをちょっとこう区画分けしてですね、そうなんですよ。全面その店舗だったんですけれども、まあ、今回ちょっと思い切って店舗をちょっと半分にして、うん、まあ、半分を製造スペース、半分をその、まあ、今回の自社商品である商品を置くスペースとして今構築中です、はい、じゃあまだこれからできていくっていうことですね。そうですね、自社商品に合うようなですねコンセプト作りをしながら、うん、店舗設計も考えて、はい、今作ってるような段階ですね。もともと明治屋さんは小売り、はい、小売りですね。小売りと卸なんですけど、はいはい、私は原材料の卸部門にいまして、はい、で商店街の方でずっと小売り贈答用とかですねそういったものを販売している会社です。そこで、製造に、そうですね、今回思い切って製造業に乗り込んでいこうかなと、うん、乗り込んでいこうという、はい、もう昔から贈答品といえば、はい、すごくもう有名、もう明治屋さんでっていう、なるほど、すごく歴史のあるお店だったんですけど、うん、その中4代目にして新たな挑戦というかですね、ね、に思い切って、はい、舵を切られたっていう。そうですね、ね、はい、でさらに奥にちょっと小窓が、はい、そうですね、小窓があるので、これちょっと覗いて、覗いていいんですか。はい、開けてみましょう。開けてみると、ここは奥が製造スペースになってます。製造のスペースが見えますよ、はい、ここにエナジーバーとかそのパンケーキミックスを詰めたりする作業を行うんですけれども、はい、まあ、ここはもう完成してまして、作業を今やってるようなところですね。もうこれから新しい商品が作られるっていうのを感じました。ね、はい、混ぜる機械とか、そうですね、焼く機械ですかね。はい、この窓をつけたのは意味があるんですか。あ、そうですね、ちょっと外からでも見てもらえるようなんで、雰囲気作りっていうかそういったことも大事だろうということで、あと待って、窓、オン窓、オン窓、オン窓で商品出して、ね、こっちでも持ち運びが便利に、エナジーバーだし、ね、ピュッと、そう、ピュッといけますね。これが米粉のエナジーバー、ナッツ&カカオ、そうですね、ライスエナジー、そうです、湿度が今まで作ってたところと違うので、はい、もういろんなところ
確かめながらベストの状態を保てれるようなのはどんなものかっていうところで、はい、今ちょっとまた組み替えたりして今、発売に向けて今そうですそうです最終段階最終のちょっと微調整を今加えてるところです、はあ、やっぱ全然違うんですか。あ、やっぱ違いますね、それは。はあ、すごい。絶妙の硬さとかも変わってくるので、まあ、そういったところも特に夏場とか変わってくるからですね。すね、主に今までずっと冬場しか作ったことなかったので、はい、夏場どうなのっていうところで今試験的にまだちょっとブラッシュアップしていこうというところで今まだやってます。ナイスエナジーです。じゃあここがもう本当にショップみたいな形になるってことですよね。はい、そのライスエナジーと。そうですあの米粉のパンケーキ、はい、仕入れ商品もあの先々増やしていこうかなって思ってるんですけど、はい、まず先はあの自社商品をちょっと売っていこうかなっていうところで思ってます。エナジーバーとあとパンケーキミックスを、はい、あの今幕開けというですねクラウドファンディングのサイトに上げております。そこで購入今でそうですね先行予約販売という形で6月の22日からですね、はい、やり始めて、8月の22日までですね。じゃあ放送の時はまだ買える買えますね。そこから何なら今すぐでも買えます。買える仕組みっていうのは、はい、クラウドファウンディング今回の作った自社商品が返礼品という形で、はい、プロジェクト終了後、はい、あの応援購入していただいた方たちに送るっていうような仕組みになってます。一般販売よりも先に、うん、今ならこう幕開けさんで購入できるということですね。なんて調べたらいいですかね。九州幕開けアプサンズっていう UPSUNS で調べてもらったら、はい、出てきます。出てきますか、はい、アプサンズ、はい、それがあの自社商品のブランド名なんですけれど、はい、ブランド名アプサンズ。そうです、アップサイクルっていう、アップサイクル、はい、っていうあの言葉があって、はい、まあ、不要とかいらなくなったものを再利用するっていう意味合いと、うん、サンズっていうんですけど、サンズ、それはブランドのちょっとモチーフとなってる種、はい、シードですね、土、ソイルですね、で太陽の3で3つの頭文字を取って3つの3の S だからサンズっていう、あー複数形に、 でそれとアップサイクルとサンズを組み合わせてアップサンズっていう名前にした。考えましたね、深い。岩さんにも本当ラジオいろいろ出させていただいて本当宣伝一生懸命応援しましたよ。クラジオも直ラジオも総力をかけて、もう本当にもう本当に皆さんに感謝ですね。もうそれしかないですね。歴史ある、ね、お店でこう新しいことって、ね、なかなか挑戦ね、うん、やっぱ勇気がいりますけど、うん、ここで ねうちの4代目が頑張りまして、すごい。気になったのが、うん、その米粉のパンケーキの粉とそのエナジーバー、はいはい、なんでその2つを製造しようと思ったんですか。そもそもそのここで取れてる米の品種は福の子っていうんですけれども、福の子で農家氏がですね、はい、あの日本で一番その福の子米を作ってるっていうところで、しかもその血糖値の上昇を抑えたりするような機能性も持って、そうなんですか。もうちょっと PR しようよっていうのをもともとあって、でまあ、あの開発したきっかけですね。そういったのがですね、最初全然違う構想もあったんですよ。あ、でそうなんですか。でもこう手を動かすうちに、うんうん、うちになんか違和感をずっと感じてて、で降りてきたんですよね。本当になんか朝起きた時に降りてきた、粉屋だろうみたいな、粉を作りなさいっていうのが降りてきてそこでちょっとスイッチ切り替えて、その次に始めたっていう感じですね。悩みながらようやく間もなく形になると。そうですね、まあ、もう形になってるんで、そうですね、あとはもう皆さんの元にそうですね、はい、お届けするっていうところですね。まあ、小田さんご本人もなんかすごくこう体の健康には気をつけていらっしゃる方で、そのあたりもねあるし、またさっきの福の子米もあの同級生がねお米を作ってるっていう、そうなんですか、こともあったりしてですね、なんかいろんなこうつながりとかご縁で今回の商品が出来上がったのかもしれないですね。そうですね、同級生のお父さんがその福の子組合の会長さんだったり、そういったご縁もあったので、つながりですね。その地元のそういったいい素材を使って、まあもう少し全国的にとかそういったものが気持ちの中でずっとあったので、まあ、本当今回リリースできてよかったなとは思ってますね。ぜひ皆さんにお試しいただきたいですね。これいつ頃一般はね、一般販売いつ頃になるんでしょうね。8月の22日が締めて、それから出荷後なんで9月末ぐらいには一般販売できるような形にはなると思います。予定で今本当取り組んでるので、はい、今ちょっとね試食みたいなのないんでしょうね。今食べたいです、はい、急
急に荒木さんの声がね、ワントーン上がりましたけど。やっぱりね、あの食べ物に目がなくてですね、ですね、今の明治屋さんの中ででもですね、いろんな食べ物が食べられていて、そう、なんかやっぱこう贈答品としてすごくね、あの歴史のあるお店なので、やっぱ選び抜かれた商品が ねたくさんあるんですよ。全部が美味しそうです、お菓子とか、あとお酒もね結構ありましたね、ありましたね、試食の準備ができましたね。桑野さん、ありがとうございます。すいません、厨房の中に、今回特別ですよ、特別ですね、失礼いたします。わー、これが、これが、ライスライスエナジーですね、エナジーの、ナッツ&カカオ、あの食感しっとりしてて、あの腹持ちもすごくいいので、で添加物とか砂糖、小麦粉は一切使ってない商品になります。嬉しいですね、それもちょっと健康志向の桑野さんの思いが込められたのかなと思いました。そうですね。風味がですね、実際あのあれなんですね、乾燥させてるので、風味を中に閉じ込めれるようなこともしてるので、はい、あの風味はすごい、チョコレート、ナッツの香りがすごいします。ではいただきます。どうですか、美味しい、エナジー入りました。これいつ食べてもいいですね。はい、ですね、結構テストマーケティングをさせていただいてたんですよ、もうやっぱあの特に女性の方が、あの小腹が空いた時とか、朝食代わりにいいなっていうことで、非常にそういった声が一番多いですね、しかも罪悪感がないんですよ。添加物入ってないとか、そうですね、砂糖とかも入ってないので、でしっとりしてるから、すごいお腹いっぱいになるし、これ朝ごはんとか本当に、そうですね、最適です。タンパク質も食物繊維も取れるので、まあ、そういったような配合の組み方もしてるからですね。岩尾さん、エナジーしませんか、エナジーちょっといただきます。なんか前食した時とまた全然、またね、感じが違うね、よりしっとりなと、あとちょっとそこの微調整ですね、あの夏場に出すので、どうしてもこうしっとりさせすぎちゃうと溶けちゃったりするところがあるから、今ちょっとそこ微調整しながら、微妙なバランスですね。これちょっともう一個言っていいですか、これ。え、じゃあ私ももう一個言っていいですか。いやいけど、あ、どうぞどうぞ。おいしい。昨日もですね、試食をずっと繰り返しながらですね、どの硬さ加減が一番いいのかっていうところです。美味しい。めちゃくちゃいいしっとり加減ですよ、私の中では。本当前食したらまた全然違いますね。そうですね。よりしっとりしてる、本当に。そして私もう一つ、あの、手に取りたいって思うポイントがあって、それはパッケージなんですよ。よくぞ言ってくれました。パッケージが可愛いの、本当に、クラフト紙にナッツと米の絵が描かれていますけれども。で英語でね表記されていて、ね、なんかこうスマートじゃないですか、すごく。ありがとうございます。手に取りたいなって。パッケージもねすごく試行錯誤してですね、味もそうなんですけど、こういかにこう見せていくかっていうところもね、なんか写真に撮りたくなるデザインだから、 ありがとうございます、実はパッケージも今いろいろやってですね、ちょっとこれもテストマーケティングであったんですけど、ちょっと切りにくいということで今横鉢にしてますんで。そうなんですね。そうなんですよ、あの本当にやっぱそれは自分たちがいいって思うよか、やっぱその、ね、実際手に取ってもらって食べてもらって、どういいのかっていうところで今こうやっぱ改善しながらですね、をやっていってるので、私もあのエナジーバーよく食べるんですが、縦に開けて横にして食べます。ちょっとその作業めんどくさいなって思ってたので、 あらかじめ横に開けられるってすごい私の中では。それこそ女性がの方がよく言うんですよ、横待ちがいいってよくおっしゃってて、縦に開けちゃうとなんかちょっとわんぱく感が出るっていうか、なんか子供みたいなっていうか、可愛くないっていうか、ゴミが出る、1個1個ゴミが出ちゃう。なるほど。横だと収められるから、すごくすごくそれいいなと思います。横は開け、世に出る前のライスエナジーを食べちゃいました。貴重な経験でした。これからまたね、どんどん商品もね、どうなんでしょうね。実はあるんですよ。実は今あの仕込んでるのがあって、実はですね、それも朝食向きなんですけど、今あの世に出てないクノコのパフがあるんですけれど、パフ
ポン菓子、はい、それを使ったグラノーラを今作ってます。いいですねプラスその地元の農家さんの採れたものをドライフルーツ化して今商品化してます。しっとりでなってるんでちょっとクリスピー感がちょっとなんか別に欲しいよねっていうところで、はいはいはい、今グラノーラ実は作ってるんですよ、ね、チョックラジオも聞いてなかったんですけどせスクープですねこれスクープですねまだだって農型さんのせてグラノーラってそうですね今ほとんど知らないですね、うん、ほとんど言ってないですもんねこれ大丈夫かなまあいいんじゃないですかねはい、もうアルキウさんだけですよ、特別嬉しいそれはいつ試食できますかまだもうちょっともうちょっとそうですね、とりあえずライスエナジーと米粉のケーキをねまずは一般販売をそうそうそうしてからそうですね、なりますよね。一応12月ぐらいを目安に今グラノーラの方はできたらいいかなっていうのは思ってます。今年中には3発目ぐらいで持っていけたらなっていうのは今構想としては思ってるんですけれど、はい、の朝ごはんはグラノーラの荒木ですので、あ、そうなんですね。ぜひもうターゲットじゃないですか本当もうまんまじゃないですか本当に私ターゲットで商品作られてるのかなって、いや本当に、うん、全然商品化の際にも、ね、ぜひ、うん、いやそういった意見がもう大事なので、ね、やっぱねこう手っ取り早く私朝ごはんを食べたいので、うん、もう何も考えず朝何食べようっていう時間もないので、とりあえず、はい、とりあえずグラノーラとヨーグルトみたいな、あそうなんです、グラノーラも手に持ちやすいサイズとかでなんか作ろうかなっていうのは今持ってたんりはするので、なるほど、持ち歩き、荒木さんご協力、ね、お願いします。もう一目呼んでください。はい、わかりましたこれからの明治屋さんの動きがかなり気になりますね、うんうん、そうですね、まあ、チョックラジオでもですねちょくちょく追いかけるんですけどですね、いやもう動きが早くて、ね、次から次にじゃないですか、うん、そうですね、うん、それをねサポートしてくれるこうそうなんですお仲間もね、はい、たくさんいらっしゃるし、それがもう本当すべてですね、うん、いろんな方に協力していただきながらですね、もう本当できてるっていうのをすごい実感してます、うん、大型の新しいですね、名物になりますね。今ちょっと仕込んでますので、はい、ちゃんとやりますわ。これからもお話聞かせていただけたらと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。